死宿会本部をつかび、現11月19日から1957年7月28日は、北家州本門流の僧侶。死宿会会祖、北家州本門流83代艦長、俗名木与造、千葉県朝政郡と与田村に、農家の長男として生まれる。寺小屋の教育を経て、屋根職人となるが、母の眼病をきっかけとして、 本門仏立公に触れる。母の眼病が全開の後は、菩提寺を修山寺とするとともに、仏立公の不況に邁進。その子をあって1907年に在家神者ながら修山寺の徒弟となる。その後も不況活動を活発に行い、1912年に和紙山寺漢字院大の野山秘風を特度し、丘の元宗を特道屋として出家する。しかし、 翌1913年に事務上の問題から岡野を批判、岡野から破門されると悲願は寺を出て、浅草橋場町で第日本詩縮会を開いて、宗教活動の拠点とした。日元の活動は東京でも目覚ましい発展を見せ、本門流衆内の注目を得、1915年に悲願は創籍を回復。以後は詩縮会の活動の傍ら、 本門流の僧侶としても足山寺寛寿、北家州本門流館長を務めた。また社会活動にも携わり、昭和25年、経営難に陥り、廃校の危機にあった、東洋大学を資金面で援助して、名誉学長に推されている。ありがとうございます。